エゾチラシ、函館駅の駅弁です、函館三門さんの駅弁ですね。ただし購入したのは札幌駅のキオスクですね、札幌でもね、今函館の駅弁を、まあ、三門さんの駅弁に限ってのことなんですけども、買うことができます。まあ本当はね、札幌駅の駅弁を買おうと思ったんですけども、相当程度いろいろと食べてるので、まあ、今回は函館にしました。ラベル表記をまず見ていただきましょう。はい。そして、掛け紙を外しまして、蓋を開けますとこのようなお弁当でございます。このエゾチラシっていつから売ってるのかな。私は最近函館行ってないんでね、ここ数年ちょっと見たことないですね。比較的新しいお弁当なんじゃないかと思います。で、まあ、チラシっていうことですから酢飯の上にいろいろ乗っかってるわけですね。ホタテがあって、マスレンコン、カニ、ウニ、ちょっと持ち運んだのでウニが散らばっちゃいましたけど、でウニの隣にサーモンですね。カズノコもありますね。で転がったウニの下にタコかな、でイクラで、これがね、イカに見えますけど、これガリですね、これね。うん、あ、タコの隣にエビもいますね。すごいね。そんなにね、ボリュームがたくさんあるわけじゃないんですけど、種類で勝負って感じでしょうかね。うん、なんかネーミングも含めて、札幌のね、有名駅弁の海鮮エゾショウミにちょっと似てますね。形とかね、そういうのは全然駅弁としての姿形とか似てないんですけど、雰囲気がね似てますね。さて食べてみましょう。どれからいこうかな、迷うな。サーモンから、取りにくいな。いや、これ真ん中だからね。じゃあね、ウニ、カニ、この辺りから。おお、素直に美味しいです。鶏肉買ったサーモン、薄いんですけど意外と面積ありますね。一挙にいっちゃおうかな。綺麗ですね。うん、スモークサーモンだ。タコもね、サイズ大きいよ。これも一挙にいっちゃいます。トレビアン、うまいっす。ね、醤油がついてますけど僕はいらないね。このままで十分美味しい。この数の子もいいですね。割合と大きなサイズで。うん、すんごいプチプチ感が楽しめますね。最後にホタテ、これもね大ぶりですよ。駅弁のホタテとしてはね、このサイズはなかなかですよ。とても一口じゃ食べられないこの貝柱の分厚さ、素晴らしいですね。
酢飯もね美味しくて、たまりません。ということで、函館駅の駅弁蝦夷ちらしでございました。これなかなかいいね。おすすめです。